上の方ですね、4本を整列していきます。はい、上の方4本の整列をしていきます。実はですね、真ん中2本が大きく前に出てます。ちょっと横からね、角度見ていただくと、固めてるのがね、お分かりいただけるかと思います。この部分ですね、真ん中の2本はもちろん、2番目の歯も少しね、内側の角度をつけて、しっかり3番目から3番目の間に綺麗なアーチを描くようにですね、歯並びを整えていきたいと思います。はい、上の歯ですね、仮の歯を装着してます。上の歯4本ですね、仮の歯を作成して装着してます。実際のですね、大きくねじれてた歯ですね、ちょっと横から見ていただいても、しっかり歯の角度ですね、まっすぐ内側に、調整、ね、させていただいて、4本バランスが取れるような形を作りします。最終セラミックですね、より、周りの歯とね、調和の取れた仕上がりにしていきたいと思います。上の歯ですね、4本最終セラミックを装着してます。少し開いてください。実際はですね、真ん中2本がですね、大きく、ねじれてですね、2番目とこう重なりがあった状態になっているんですが、その部分ですね、しっかり、隣の歯と綺麗なアーチに収まるように歯並びを整えさせていただきます。オールセラミックというですね、透明感の高い材料を使って4本最終セラミックを装着させていただいてます。はい、噛んでください。